どうもこんにちは、セーラームシューの鈴木でございます。本日はですね、宮城工業のカスタムメイドシューズオーダーグスのご紹介でございます。もしよろしければご覧ください。どうぞ。本日はですね、オーダーグスのご紹介でございます。もし皆さんがオーダーされる際のですね、ご参考になればなと思っております。ということでですね、今回ご紹介するオーダーグッズはこちらでございます。はい、こちらの靴でございます。かなりですね、こだわりの詰まった靴となっております。一つ一つちょっと紐解いていこうかなと思います。こちらですね、まずデザインが ES の06セミブローグでございます。こんな感じでね、かなり、おしゃれな感じなんですけども、通常のセミブローグはですね、かかとにですね、ヒールカウンターのバックキャップとかね、いろんな言い方がありますけども、このパーツがないんですけども、こちらの靴はですね、お客様のご要望でバックキャップ、ヒールカウンターをつけております。型紙変更することになりますので、オプション料金はかかりますが、お客様はですね、ちょっとこだわりがありましてですね、追加しております。なのでセミブローグなんですけども、豪華な感じに仕上がっているかと思います。でですね、今回こちらの革、ブラウンの革なんですけども、こちら素材としてはコード版でございます。コード版のイメージで、やっぱりどっちかって言ったらプレーンのつま先のねイメージが強いかと思います。コード版を使ってプレーンに仕上げるっていうのももちろんありだと思いますけども、英国調の感じで、コード版を使ったと、個人的には好きでございます。はい、コード版という革はですね、希少な部分もあるんですけども、それを用いてかなりこう豪華な感じに仕上げたと。で、続きましてですね、裏側ですね、ベージュを用いております。こちらのコード版の革を目立たせるというのもあって、こちらのライニングに関しては落ち着いた色にしていただいた感じですね。この中には宮城工業さんのこの和装涼花というですね、漢字のロゴが入っております。で、続いてそこに行きましょうかね。レザーソールですね。はい、化粧ヒールに関しては半革ゴム丸というですね、半分革半分ゴムのものを使っております。そこのお色に関しては濃茶で仕上げております。で、後ろから見た時はですね、全体がですね、レザーとなりますので、かなり上品な感じに見えるかと思います。コバ行きましょうかね。まずお色に関してはこちら濃茶で仕上げました。アッパーの色に金実となっておりますので、落ち着いた雰囲気になるかと思います。はい、で、コバの形状ですね。はい、こちら分かりますかね。 V の字になっているのがわかるかと思います。はい、こちらですね、前半分が矢はず仕上げとなっておりまして、サイドですね、ここ、サイドの部分が、丸で仕上げております。矢はずの両踏まず丸というもので仕上げております。踏まず部のところが丸みを持たせることによって、ベベルトウエストのような感じでこう内側にね、巻き込んでいるような感じに見えますので、かなりこうエレガントに見えるかと思います。合計7種類のこのコバ形状からお選びいただけますので、ぜひともね、お好きなものをお選びいただければなと思います。で、今回こちらのお客様ですね、これ見てわかりますかね。はい、ピッチドヒールをご採用いただきました。後ろから見た時にヒールがですね、内側に削れているのがわかるかと思います。内側に削れることによって、よりですね、華奢に見えてエレガントに見えるという特徴がございます。素敵ですよね。ちなみにこのピッチドヒールに関しては無償オプションですので、まあご希望の方はですね、ぜひともご相談ください。まあその際にこういいところも悪いところもありますので、この辺はまあオーダーの際にご説明させていただきます。実はですね、こちらのお客さんはもう一つオプションを加えていただいております。で、それが何かというと、こちら分かりますかね。ライティングの関係で見にくいかもしれませんけども、こちらですね、ダブルシャンク
を用いております。まあ、具体的にどういうものかというと、通常のシャンクはですね、宮城工具さんの場合はこういった革張りのシャンクになっを使っておりまして、中にですね、スチールのシャンクが入っているんですけども、こういった非常にこう分厚い硬い革をですね、貼り付けまして、ここにですね、丸みを持たせております。ラウンドウェイストみたいな感じで言い方をしますけども、ここにですね、丸みが帯びることによって、横から見たときに革底をエレガントに見させるのと、歩き心地が良くなります。はい。まあ、そういうのもあってですね、比較的革靴に慣れている方にはお勧めさせていただいております。ダブルシャンクにした場合はですね、ここに刻印を入れることはできません。ご注意いただければなと思います。で、最後にですね、紐ですね。はい。今回ですね、こちらのお客様は、茶色の平紐をご選択いただきました。紐に関してはですね、黒、茶、白、ベージュ、紺の丸紐ないしは平紐からお選びいただきますので、合計10種類の中からお選びいただける感じですね。今回ですね、こちらの靴、オーダーいただきましたのは、イニシャルで言うと K 様でございます。K 様、オーダーいただき、ありがとうございました。コード版の場合はですね、今受付を停止しております。ただまあ宮城工具さんの方でもいろいろね動いていただいておりまして、なかなかこう安定供給が難しいということもあります。コード版の再開予定でいつからっていうのはなんか明言はなかなかこうできないようなんですけども、うちの方でもコード版が手に入りましたらですね、この色のコード版であれば作れますよっていうのはね、共有させていただこうかと思います。本日はコード版の革を用いてオーダーいただきました ES06 セミブログのご紹介でございました。ということで本日は以上でございます。どうもありがとうございました。今回めっちゃ素敵なですね、コード版の靴をご紹介いたしましたけども、2つ補足させてください。まず1つ目がですね、コード版の状況です。今日、2月11日現在ですね、コード版のオーダー可能でございます。はい、こちら国産の、コード版になります。で、色がですね、基本2種類でして、黒それからブラウンのこの2種類がオーダー可能でございます。ただですね、ブラウンに関してはもう色の振れ幅が結構大きいです。明るい色を希望していたんだけども濃くなったりとか、あとは濃い色を希望していたんだけども結構明るめになったりとかしますので、この辺のね、色の振れ幅っていうのはネガティブに取られるんじゃなくて、まあそれも含めてお楽しみいただける革かと思いますので、コード版ご希望の方いらっしゃったらご相談いただければなと思います。足数に関してはそんなに数多く作れないということでしたんで、基本的には早いもん勝ちという感じでございます。コード版に関しては三重工具さんでも本当にいろいろ動いていただいておりまして、今ぶっちゃけシェルコード版でも、作ることは可能でございます。オールデンにも革を供給しております、ホーウィン社の、シェルコード版、こちらでも製作は可能なんですけども、今革がですねめっちゃ高いんですよ。ググっていただければ分かると思いますけども、ホーウィン社のシェルコード版の革のグレードがね高いものっていうのは1枚でやっぱり4万円とかするので、皆さんにお届けする靴もですねお高くなります。具体的に言ってしまうと、オールデンの靴をご購入するのとほぼほぼイコールのお値段が提示されるはずです。もちろんね、オールデンの靴が好きっていう方であればオールデンに行った方がいいと思いますし、まあ、そうではなくてご自身の足の形になるべく合わせたコード版の靴が欲しいという方はですね、シェルコード版のオーダーというのもまあありかなと思います。シェルコード版で自分のオーダー靴が欲しいんだという方はですね、ご相談いただければなと思います。で、2点目ですね、ピッチドヒールについてです。僕の持ってるですね、ホールカット2足持ってきました。まあ両方ともホールカットでいろんな仕様の違いはあるんですけども、こちらが通常のキップ でこちらが、フレンチカーフのホールカットでございます。わかりますかね、こちらのグリーンのキップの方はピッチドヒールとなっております。で、こちらフレンチカーフの方は、ノーマルのヒールとなっております。まあやはりですね、ピッチドヒールにすると雰囲気としては華奢になりますので、おしゃれな感じに仕上がります。ただし僕は両方履いていることによってやっぱり感覚として歩行性能という意味においては違いがあります。やはりですね、こちらのノーマルの方が立った時の安定度は高いですね。で、ピッチドヒールに関してはやっぱり多少ですね、物理的な
ここの面積が小さいことによってかかとの安定性というのは若干ですけどもやっぱり奪われます。いろんな革靴を履かれていて、でその中にピッツヒールがあるという方はですね、感覚的にはもう多分掴んでいらっしゃるので問題ないと思いますけども、やはりですねかかとの安定性能が欲しいという方多いんですよね。そういう方は本当に出し縫いとかですねかかとのところにも来るようなリブをねダブル巻きにして大きいかかとを用いる方も実際には多いです。ピッツヒールがダメというわけでもなくって、この辺のですねリスクをしっかりとご理解いただいた上でオーダーをお考えいただければなと思います。特にピッツヒールに関しては無償オプションになりますので、オーダーさんにご相談いただければこういう感じですよっていうのをねお伝えできるかなと思います。ということで本日は以上でございます。チャンネル登録、それからグッドボタンを何卒よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。良い週末を。今日建国記念日だね。